はいどうも、伊藤寺です。今回パート15、前回パート14で、倒せなかったこちら、スペシャルダンジョン闇の霊気流上級、こちらのリベンジ戦に参りたいと思います。はい、かっこよく決めてみました。いや、そんなことはどうでもいいとして、先ほどちょっと収録前にツイッターの方で呼びかけまして、前回引き続きアポロンを、提供してくれるフレンドの皆さん、ご協力お願いしますと、お願いしました。でそこからまだ1時間もツイートしてから経ってないんで、さすがにちょっと厳しいかなっていう思うところあるんですけど、まあ、集まってるかどうかっていうところで、はい。で、仮にアポロンが来た時用のチームを考えました。それがこちらです。はい。今回はちょっとあのダンジョンで水のドロップは正直ないんですが、今回自分はある作戦を用意しました。それは水原マックス作戦。水原マックス作戦を今回決行したいと思います。はい。っていうとね、世代がちょっとバレちゃうかなと思うんですけど、ゴードラシエルの人です。ウォーターディフェンスだよっていう、あの水原マックス作戦を今回使いたいと思います。まあ、どういう作戦かと申しますと、こちらのリーダー、ノエルドラゴンブルー、こちらなんですが、リーダースキルで水属性モンスターの、HP と回復力を2倍にするという、こういうのがあります。で、まあ、前回で思ったのは、とりあえずHP が足りない。こちらがすごい問題でした。耐久力ですね。で、今回は、まあ、水原マックスといえばドラシエル。ドラシエルといえば防御力。まあ、持久戦、耐久戦に持っていけるように、とりあえず HP の底上げをしてみたいと考え、今回このリーダーを選びました。で、それに伴い、ちょっと底上げで、水の2体を入れつつ、まあ、攻撃できなきゃ意味がないんで、光を2体追加しつつのアポロンで3体で攻撃して、まあ、だから結構時間かかると思うんですけど、そこで攻撃攻めていきたいなと思っております。これしか正直もうないんですよね。自分の中で考えれるのは、まあ、もう一発勝負で、今回は経験値調整もしてないんで、本当に一発勝負しかできないです。それでも勝ちにいきたいと思います。はい。まあ、アポロンがいればの話なんですよね。アポロンがいれば水原マックス作戦が使える。はい。闇の霊気流上級、いるかな、いるかな、いてくれよ、いてくれ、いてくれ。あ、そういえばこれなんか今イベントでドンちゃんありますよね。ドンちゃん強いのかな。あー、いないか、いないのか。あ、いない。いないぞ、マジか、いないのか。アポロン、フレンドの皆さん、マジですか。いや、こんな時もあろうかと、もう一つ作戦があったんですよね。まあ、これも水原マックス作戦、パート2みたいな。もうちょっとかっこいい方できる。バージョン2があるんですよ。それが、こいつを使った、作戦。カオスデビルドラゴン。こちらのリーダースキルが、闇属性モンスターから受けるダメージを半減させると。っていうのがあるんですよ。なんで、今回闇相手なんで、こちらをリーダーにして闇を半減させることで、まあ、疑似的に HTB って、HTB は北海道のテレビ局です。HP ですね。はい。HP を底上げしたいなと思っております。耐久力を。ただ、これだと攻撃が、闇もあそこにドロップ今回出ないんで、出てこないっていうのがあるんで、その時は、ね、選択。もう一つのチーム。まあ、大した変わってないですけどね。水一体抜いて、アルカディアスを入れたっていう。はい。それぐらいですね。変更点。だからこの3体、光3体で攻撃しつつ、まあ、スキルの方で、カオスデビルドラゴンとノエルが、
アタック結構強いんで、そこら辺をカバーしつつですね、今回これでいきましたら、はい、アポロいなかったんでカオスデビルドラゴンを使います。よし、前置きは長くなりましたが、早速、リベンジ戦参りたいと思います。よし、消えれよ。はい、よしはい、よし、入った、気合入ったからいきます。いやーな、前回みたいな、あのバトル1だ、確かバトル1で落ちたんだよな、バトル1かバトル2で落ちちゃったから、それを回避したい。で、体力8250で半減が効いてるから、多分前回よりは耐久は上がってる。あー、緊張する。とりあえず光を消す方向に持っていく。いやー、どうだろう。あーっと、今2体攻撃して、これいけるんじゃない。チャンスある、チャンスある。光をとりあえず混ぜつつ回復もしていく。オッケー。体力面ではまだなんとかいけるな、いけるいける。で、これやりながらスキルのターン数も稼ぎながらできるんで、いいんじゃないか。結構いいチームだもんこれ。地味だけど、攻撃手段はやっぱ地味ですけど、やばいね、やばいね。あの左側が攻撃力高いのか。でもこっちにはまだ回復も残ってる、回復も全然できる。よしよし、いい、これで攻めていく、これで攻めていくぞ。いいぞいいぞ、一気にいけ、一気にいけ。こっち、こっちに絞ろう、ターゲット。よし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 、ここは突破できそう。前回みたいなしょっぱい試合はしない、しょっぱい試合はしないぞ。よし、いったべ。よしよし、いけるいける、これいける。見えてきた、活路が見えたよしよしよし。うわ、4体か。あれ、この前4体出たっけ、あのバトル2で。どれが一番怖いんだ。あの左から2番目怖いんだよな。これターゲット絞って一気に攻めたい、ここ一気に攻めたい。いやー、どうだろう、コンボ繋がらないな、微妙だ。なになに、やばい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 、出た。これ知ってますよ、あの視聴者の皆さんがパート13でフラッシュバインドに気をつけろって言ったんで。うわ、出た、光全部動けなくするやつですよね。やばいやばいやばい、ここ耐えなきゃ。ええ、なに、4体攻撃来た今。え、4体、あれ、ちょっと待って、やばいぞやばいぞ、マジやばい、嘘でしょ、リベンジできない。いや、絶対やだ絶対やだ絶対それやだぞ。どうしても、どうしても耐えろ、どうしても耐えろ。やばいやばいやばい、間に合わない間に合わない、危ない危ない、やばいやばいよ、やばいやばい、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あま、ああ終わったか、あ終わった、すいません、視聴者の皆さん、ミスった、パズルミスった。ああ、うわ、コンティニューつってもな、コンティニューか。よし、コンティニューしますよし、俺も男だ、コンティニューしてやるよ、バトル2で1個でもこれでもうダメだったらもうやめます。今回こんなね姿で、こんな姿でな、リベンジ言ってられねえよ本当に。何がリベンジだ、くそ、不甲斐ない。あ、しかもバインドはとりあえず解除されるんだ。で、相手の HP がちょっと減った状態からスタート。いやー、こんなんでもう負けられねえよ。逆
にプレッシャーかけちゃってるな。とりあえずコンボつながれ、いろいろいっぱい、よしよし、いいぞいいぞいいぞ。で、あ、そ、こいつにターゲット絞って、よし、こらいったべ、よし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 。で、どれがいいんだろうな。とりあえずつあ両全員攻撃してくるのか。あっと回復しつつ、よし、左まず落とせれば、落とす。あー、くそ、コンボコンボつながれ、あー微妙。とりあえず左落とせる。バインドきた、バインドきたぞ。え、何、あ、今動かした、え、ちょっと今動かした、うわ、くっそ、勝手に押刺さった、やばいやばいやばい。強い、やはり強い。回復、よし、回復はとりあえずしてる。大丈夫、はまれば強いはずなんだこれ。よし、いっけ、いいねいいね、よし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 、オッケー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 。ここで、あ、ノエルドラゴンのスキルは溜まった、使わない。ヘルボールもあと2、ここもあと、よし、タンスは別に稼ぐ必要はないな。よしよし、これで突破はしただろう。よりによってこんな時にコンボ出すぎ、え、19 コンボ。よし、でもとりあえずこれは結構いい状態で次に行ったんじゃないか。はい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 、よし、光が少ない、コンボで底上げ、攻撃力、うわ、一体も駆除できない、一体も駆除できないのか。スキルは使いたくないから、うわ、これ4体の攻撃は耐えるのか。いや、信じよう、も、俺のモンスターを信じる。あ、1体助っ人だけど、よし、2個の回復、とりあえず回復は間に合った、あとは攻撃に転じろ。あ、1体はとりあえず落ちてるか、よし、やべ、来た、フラッシュバインド、くっそ、マッターだ、くっそつら、遊んでやがる。やばいやばいやばい、常に3体攻撃で来る、 HP を常に回復しないとしのげない。あー、畜生、よしよし、ここはしのいだ。あー、せっかく光消えてんのにバインドでもったいない。よし、これでバインドから2体解放。まあ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 でしょう。スキルはまだ使いたくない。でも早めに使っとるがいいのかな。ボスの時にまた来るって。でもまだ死ぬわけ。あ、やべ、ちょっと待って、ちょっと待って、うわ、見忘れた、体力気にしなかった、うわ、俺もうダメうわ、俺もうダメだ。
バカやった。今消してから気づいた。持ち越しか。 うわ、持ち越しだわこれ。持ち越すのか俺。バイプッシュ行く？ バイプッシュ行くか。うわ。いや、考えろ。考えろ。時間的には。ここで、もう一回コンティニューして、挑戦して、ちょうどいい。クリアしてちょうどいい時間になる。よし。みんな見てろ。魔法石2個目。使ったるで。使ったるで。後戻りできないぞ、これは。ここまで落とし入れるか、こいつは。また来た。 ま、何、怒りって何？おい、ちょっと待って。ちょっと待って、攻撃力上がってる。何、どれだけ上がんの？え？怖い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 。怖いぞ怖いぞ。それだけ来る。あ、オッケーオッケーオッケー。これなら大丈夫、これなら大丈夫。危ねえ危ねえ。ああ。まさかここまで苦戦すると思わなかった。これバトル3ですよね、確か。バトル、え？バトル 2？ 3？ これ2だっけ？え、3？ え？あ、待って待って。これ2か、まだ。うわ。え、つ、え？ やばいやばい、ド忘れしてる。あまりにも一バトルが長すぎて。よし。とりあえず、怒り。こいつ、落とす。よしよし。よし。バインドから全て解放。ここで守りに入りつつ攻めに次転じる。光蹴ろ。よし、これでいけるか。いけないか。いけないか。まだ。うわ、また来た。くっそ、本当にさ、動画的にそれは良くない。 動画的にそれは良くねえんだよ。考えて。 ちょっとは君も考えて。こっちだってね、このバトル編集点作れねえんだから。やばいやばいやばい、長くなってる、長引いてる。負けはし、もうし、ここは、ここではしないだろうけど、長引かしたくないんですよ。あいつ防御も硬いんだ。まんま攻撃力分食らってないっすもんね。よし、でもこれで、ああ、いかないか。これもいかないな。よし。だが、もうそろそろ。よし、これで全員がスキル溜まった状態で次に行けるな。よし、さて行くか。バトル？あ、え、ちょっと待って、バトル 10？ え、バトル 10？ ちょっと待って、バトル5じゃねえの？ 10 って。うわ、視聴者皆さん、これはもうダメだわ、これで負けたら。もうリベンジできない。 うわ、マジか。10か。じゃあもうこれ使、全然使っていいじゃん。はい。よし、これもどんどん使います。うわ、そうだと思わんかった。あ、待てよ、それか。今、1体だけ残して、ここでまたターン数稼ぎつつでいいか。これも使うか。とりあえずこっちに使って落としつつ、ターン数稼ごう。ここカットできるかも。
うまくいってればここでカットします。はい、あー倒しちゃったか。うわ出た強敵、うわここでか。無理すぎないか、さすがに。もうここで終わるのか。俺はここで負けたらもう俺ももうダメだな。折れる、うわ硬い、やっぱり硬い。おー、あーいけるいける、オッケーオッケーオッケー、これならいける、これならいける。半分も食らってない。オッケーオッケー、まだまだある、まだある。よし、ここもカットできるか、もしかしたら単数稼いで。よし、じゃあここもうまくいってればカットします。はい、よし倒した。あ倒してよかったのか。うわ失敗したかも。まあ、ターンはどれだけ、あと8ターン、あと6ターン。はい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 、プレッシャー数8ターン。あーどうする、やばいか、これはやばいパターンのやつか。よしコンボはとりあえずつながって1体ぐらい落とせ。とりあえず怒り、やばい来た。で攻撃、怒り、よしよしよし頑張れ、俺頑張れ、よし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 。でこれで落ちるでしょう。あー落ちない、まだ落ちない。ただ、スキルは止まってきた、スキルは止まってきた、次に使える。2人繋がんないか。よし次だな。あーフラッシュバインド使ってくるぞ。落とすべきか、使うか、使う使う。よしよしよし、これでさらにこいつも1体。よしオッケー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 、いいいいいい、これはいい。こいつ15ターンと13ターンで溜まるのね。オッケーオッケー、いやここで使っちゃった方がいいでしょう。まだボスまで先はあるから。よしよしよし、あこれ倒すか。これ倒しちゃうかな。大丈夫なんかな、今倒してよかったのか。あくしょ、負けはしたくない、負けはしたくないぞ。ここでつながれコンボ、あー微妙、いやーくそ、これで体力もマックスで迎えれる。バインド、あーカオス、やばいフラッシュバインド、やばい。来たぞこれ、絶望、絶望的状況。
あ、まさか、うわ、え、ちょっと待って、これってバインド食らったらリーダースキル使えないとかですよね。こんな食らなかったもん。うわ、うーわー、ちょっと待って、なんか笑えない , 笑えない。うわ、そういうのもあるの、あるんだ。うわ、これは無理ですこれは今の自分じゃ無理です。無理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 。え、でも いや無理だ、無理無理無理。うわ、ここまで来てやめんのか俺。行くか行くか、俺行くか。うわ、行っちゃった。うわ、もう大丈夫か俺。ここまでして戦い見あんのかやばい、久々に暴走モード入ってる。ちょっと待て待て待て、ちょっと待て。コンティニューしたとはいえ全然美味しくない状況。うわ、回復間に合わない、危ない危ない。ダメだ、回復間に合わない。あー、すいません皆さん。あ、バインド、オッケーオッケー、まだまだいける。危ない危ない危ない、ちょっと待って。あ、こいつブリザードブレス、ドライフクラウ、あー、大した食らない、やばい、死にたくない、死にたくないよー。バイヤ神ライトバイヤ神月くん、やばい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 。HP が、 HP が、バインド打ってこい。よし、あ、フラッシュバインドか。こ、でもまだカオス、カオスブラック、え、カオスデビルドラゴンはまだ食らってないから半減は効くはず。ここで、ここで2個ぐらいハート連鎖したい。どうするべきだ。こう、よし、これでいこう。これでマックス。いやー、くそー。オッケーオッケーオッケー。やばいかやばいか、失敗したか。危ねえ、バインド、うーわ、相棒7ターン相棒7ターン、ちょっと待ってちょっと待って、やばい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 、考えろ考えろ、ほんと考えろ。ちっ、あー、どうだ、2個消して回復は間に合うはず。スキルが溜まるまでとりあえず耐えたい。よし、オッケー、オッケー、つながる、これもオッケー、なんとか生き延びた。よし、ノエル、ノエルが、え、待って、どうする、一体落とした方が絶対いいよな。これはもう躊躇しない。よし、これで落ちてもらう、もう仕方ない、オーバーキルだけど仕方ない。いやー、回復しつつ、よし、オッケー。いや、まあここで倒してもいい、もうバイン、うわ、やばい、
いや逆にこれはもう3ターンとりあえずここにいなくちゃいけないな。よしこれでいい、これでいい。変に殺すな、今殺したらやばい、危ない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 。ここで落とすか、よしよし、カオスが戻ってきた、カオス戻ってきた、 OK。 よしこれで落ちたべ、とりあえず。これで次はバトル9、ここまで来たか、やっと。うわー強そう、しかも全員次3体攻撃。よしここで撃っちゃいます、ヘルボール。よし2体落ちた、オッケー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 。よしこいつも撃っちゃう、サンダーボール撃つ、うんオッケーいいでしょう。これで長期戦できるだったらまたスキルを貯めます。てかこんなにコンティニューこんなにコンティニューしていいのか。あ、オッケーオッケー、耐えれる耐えれる。よし溜まったね、溜まった溜まった、スキルは溜まってる。あ待って、体力回復した方がよかったか。あオッケーオッケー、よしこれで完全な状態でいける。うわー強そう、くー勝つぞ、絶対勝つ、ここまで来たんだ。俺は勝つ、俺は絶対勝つ。どれだけ食らうんだ、何、あ状態異常、向こうのやつが。オッケーオッケー、でもう撃っちゃう、はいヘルボール、アイスクルギフト、ブリザードブレス、はあ効かない全然効かないよ。いやー攻撃がどれだけっていうのが、しかもこれ毎ターンなんだ、相手どれだけ、あれあ次か、えあ違う、攻撃これだけ、まだいけるんじゃない、もらったんじゃないこれ。いや待て、でもまだ攻撃のスキルがあるかもしれない。ないでくる、ないでくるか。あ、いけるいける。待って、このままだったらいける。ボス一番弱えじゃんボス一番弱いんじゃないこれもしかして。この試合もらったはずだ。いけるんだ。勝つんだ、俺は勝つ、決めろ決めろ、じゃあしゃーしゃー魔法石3個消費、伊藤上級を制す。やったぜ失ったもんはかなりでかいけど、水原マックス作戦、無事ここに集結いたす。よかった。いや、でも視聴者の皆さん的には、コンティニューを3回したっていうのは、ちょっとね、ダメなんでしょうけど、見てる方も、でも十分やったと思います。はい、許してください許してください、これは結構ガチでやりました。もう収録時間が1時間ぐらいなっちゃったんでね、はい、これをあとどう編集するかっていう問題が残ってますが、今はちょっとこのクリアした余韻に浸りたいと思います。何ゲットしたかな、うーわーでもこんな辛いのか、ウェイクと経験値めっちゃもらえる、いいね、はい、あ、はい、いましたね。
はい。あ、この人もゲット。ブラックナイト。あ、いましたいました。ブラックデーモン。あ、最後のボス仲間できなかったか。それっていけないわな。あー、よかった。あー、もう今日は満足今日も満足です。はい、魔法石はね、今後いろいろ増えていくでしょうし、まああまり考えないとして、まああとは次回からはそういう難しい時はあまりコンティニューしない方向でいきたいですね。今回ちょっと暴走しちゃいましたけど、はい、まあよかったです。一応リベンジ達成っちゃ達成だと思うんで、はい、今回はここら辺までとしたいと思います。よかった。そしてアポロンを貸してくれなかったフレンドの皆さん、次回は必ず次回は必ず協力してください、お願いします。ということで、今パートはここまで、次回またご視聴ください、よろしくお願いします。ではやったぜ。